オスカル・ロメロ、オスカル・アルヌルフォ、ロメロ・イ・ガルダメス、オスカー・アー・ニュールフォー、ロメロ・ワイ・ガルダムズ、1917年8月15日から1980年3月24日は、エルサルバドルのカトリック司祭、サンサルバドル教区大司教であった、カトリック教会の聖人である、大多数の人権侵害を証言しながら貧困層の人々の側に立ち、 エルサルバドル内戦の犠牲者を代表して世界に訴える務めを担うことを選んだ。だが、その取り組みは政治的行動主義であるとしてカトリック教会の上層部とエルサルバドル政府から非難を受けることになった。1980年、ミサの死式の最中に狙撃を受けて暗殺された。その死はエルサルバドルにおける人権改革を求める国際的な抗議の声を呼び起こすことになった。 1997年には、ロメロ大司教の劣腹、劣勢調査が開始され、ヨハネ・パウロ2世は、ロメロ大司教を神の、僕、副者、聖人に至る、最初の段階とした。公式なものではないが、アメリカ州とエルサルバドルの守護聖人と、人々から見なされるようになり、エルサルバドルなどでは、聖ロメロとさえ呼ばれている。ロメロ大司教は聖公会などのカトリック以外の、 キリスト教の共通信仰の教派からも敬愛されている。ロンドンのウェストミンスター寺院の体制扉の二十世紀の殉教者十人の一人に選ば、その教像が今も飾られている。サンミゲル県シューダードバリオスで八人兄弟の二人目として生まれた。しかし病気のために学校へ行かず、また十二歳になると見習い大工として働き始め、あまり教育を受けられなかった。 1931年、サンミゲルの神学校に入り6年間学んだが、家族の経済状況のために3ヶ月間金鉱山で働いた。1937年にサンサルバドルの別の神学校で7ヶ月学び、グレゴリアン大学で学ぶようにローマへ送られた。1942年4月4日には司祭に除外され、その後博士課程で、 修得進学を学んでいたが193年に第二次世界大戦のために勉学を中断してヨーロッパを離れエルサルバドルに戻った。ラウニウォン県のアナモロスで教区司祭としてのキャリアを始めサンミゲルに転属され同地で20年以上働いた。ロメロは首都的活動グループを支えアルコホーリクスアノニマス AA アルコール依存症の自助グループの活動を支援し、 大聖堂の建設を進め、平和の聖母の新人会を創設して指導した。後、サンサルバドルの長教区人学校でも教団に立つようになった。1966年にエルサルバドル市牧会議の議長に選ばれたことでより公的な生活が始まった。ロメロは市教区新聞オリエンテーションの責任者にも認じられ、ロメロの編集当時の論調は保守的だった。 1970年には、ルイス・チャベス・イ・ゴンサレス司教の補佐司教に任じられた。ロメロは、保守的と思われていたため、この人事は、リベラルな聖職者たちから歓迎されなかった。1974年10月15日、サンチアゴ・デ・マリア教区の司教に任じられた。1977年2月23日、サンサルバドルの大司教に選ばれた。ロメロが、 保守的であるとの評判によりこの人事は、軍事政権からは歓迎され、解放の進学による貧困層との関わりに歯止めをかけられることを危惧した、旧神派の聖職者からは失望で迎えられた。進歩的なイエズス会主で、ロメロの個人的な友人でもあり貧しいカンペ氏の、農民の、自助グループの結成を支えてきた、ルティリオ・グランデが3月12日に暗殺された。ロメロは、 アルトゥーロ・アルマンド・モリナ政権に調査を求めたが無視された。検閲下の報道も沈黙を守った。新しい緊張はいくつかの学校の閉鎖や公式の行事へのカトリックの聖職者不参加という形で現れた。この殺人への対応としてロメロはそれまで示したことがなかった求心的な立場を表明した。ロメロはこの国で起きている貧困、社会的不正、拷問、 暗殺などについて明確に語り始めた。ロメロは国際的な注目を集めるようになり、1979年のノーベル平和賞候補にも挙げられた。1980年2月に、ルーバンカトリック大学からロメロへ名誉博士号が贈られた。この栄誉を受けるため、ヨーロッパを訪れた際に、ヨハネ・パウロ二世とも面会し、エルサルバドルで起きていくことについて、 その認識を表明した。これにより、ロメロの姿勢は、強行との対立につながった。ロメロは、テロと暗殺を合法化している、エルサルバドル政府を支持することには、問題が多いと得た。1979年に、軍事革命評議会が、準軍事的な右翼団体と、左翼ゲリラと、政府による人権侵害の波の中で権力を握った。 ロメロは1980年2月アメリカの軍事援助が疑問の余地なく最も基本的な人権のために戦っている人々による組織に抑圧を加え社会的不正を増大させるとアメリカの大統領ジミー・カーターに手紙を送り新政権に軍事援助を行わないように要請した。カーター大統領はもう一つのニカラグアになると考えこれを無視した。 1980年3月23日、人権侵害を指示する命令に、兵士たちが従わないようにとサンサルバドルの大聖堂で説教をした。ところが、翌3月24日、ラディビーナ・プロビデア病院のチャペルでミサを捧げいる間に撃たれた。ミサを録音した者によれば、ロメロは説教を終え、感謝の際にの前の祈りの言葉を唱え終えた瞬間に撃たれた。 その暗殺は、アメリカにより、米州学校で訓練を受けた二人の将校を含む、死の部隊によるものだと信じられている。この見方は、1993年の国連の公式報告書でも指示され、ロメロへの暗殺を指示したのは後に、国民共和同盟を創設するロベルト・ダビュイソン、少佐であったと特定した。国民共和同盟は、1989年以降、政権を握っている。 ロメロの葬儀には世界中から100万人以上の参列者が集った。その際にも治安部隊により40人の市民が殺された。ロメロが埋葬された後も人々は殉教死教の敬意を示し続けた。イングランド国教会とアングリカンコミニオンは3月24日をロメロの記念日とした。1980年代に マルティニークのフォールドフランスの三類大聖堂前の広場もロメロの名を念して名付けられた。エキュメニズムにおいて解放の神学の伝統を受け継ごうという動きもロメロの死により世界的に広がった。神からの使命として貧困から人々を立ち上げる倫理的な義務についてのロメの教えの影響を受け学習会、学校、共同体組織の創設が相次いだ。 経験主義系の強派により、ニューヨークに建てられたアメリカの聖ロメロ教会も含め、ロメロにちなんだ教会も建てられている。ロメロに捧げられた教区も存在する。暗殺の10年後に、サンサルバドル大司教は新生代理人、ポストラトゥール・パイアレイターから、ロメロの劣勢調査のための書類を準備するように、命じられた。その書類は1997年に公式に、 ヨハネ・パウロ二世及び劣勢賞に受理され、神の僕に認定された。ロメロの暗殺から二十六年たち、劣勢調査は停滞していた。二千五年三月担当者のヴィンチェンツ・オ・パリア教は、ロメロの調査が空前の障害を超えたと発表した。ヨーゼフ・ラッツィンガー・スイキ教、後のベネディクト十六世による、信仰上の教説に対する、 神学的審査を乗り切ったので、6ヶ月以内に、劣腹されるだろうとしていた。それから、ヨハネ・パウロ2世はその初見から数週間で、亡くなった。そして、新しい教皇になって、劣勢と劣腹の過程が減速され、ベネディクト16世は、バチカン四国の、いわゆる、聖者の工場を抑制する、総合的な効果を図って、天礼を改定した。 その年の終わり2005年10月の霊勢省長官、ホセ・サライバ・マーティンズ・スーキ教の会見は差し迫っていた、はずのロメロレップクの見通しをボールように思われた。調査したパリアの予測に対しサライバ・スーキ教は、私が今日知っているほど、遠くないと切り捨てた。2005年11月、イエズス会の雑誌は、ロメロのレップクが、もう何年か、後になるだろうとした。 多くの者のが英雄性と殉教者の宣言の遅れは、ロメロが直接関わらなかったこと柄、特に、ラテンアメリカのイエズス会史によって実践された、解放の進学運動と結びつけられているためである、推測している。これに対し、劣勢賞はロメロが次の段階の左問に至るのに、十分な基準を満たしておらず、人々が忘れている間に結果的20年の調査期間が過ぎたと説明された。 しかしながら、このような右予曲折を経て2015年2月に、列腹が正式に決まり、5月23日に、サンサルバドルにて列腹された。ロメロの死から35年2ヶ月例であった。2018年3月6日、教皇フランシスコは、教皇パウロ6世とロメロを含む5名の副社の劣勢に必要な奇跡を認め、教領の発布を承認した。5月19日には、 別件の1名を加えた、副社6名の劣勢が決定し、10月14日に、バチカンで、劣勢式が執り行われることを発表した。そして同日、7月に劣勢が決まった、もう1名を含めた合計7名の劣勢が、執り行われ、ロメロは成人であると宣言された。ロメロの死から38年6ヶ月20日であった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。